宮本、中日の内野はコース状態。想像していたとはいえ、中日の内野のレギュラー争いは熾烈を極めている。ファーストこそ中田をメインで起用するようだが、セカンド、サード、ショートは誰が開幕スタメンになるか全く想像できない。チーム内に競争があるのは緊張感が出ていいことだが、3ポジションで軸になる選手がいないのだから競争というよりカオス状態といったところだろう。午前中のシートノックではセカンドに石垣、福永、山本、サードにカリステ、樋口、ショートに村松、津田、辻本、ロドリゲス、育成が入っていた。ここに加え2軍にはサードの本命石川昇がいて、セカンドには右肩手術から復帰している2年目の田中、昨年はショートでスタメン出場が多かったリュースラがいる。内野の3ポジションでレギュラーが決まっていないチームは過去を振り返っても思い出せないほどだ。競争が激しいといえば聞こえはいい、しかしこれだけの選手で3つのレギュラーポジションを争うのだから決してレベルの高い競争にはならない。端攻守での金出た選手がいない証拠でもあり、これだけ選手の数が多いとみんな平等にチャンスを与えればそのわけ出場機会は少なくなる。しかもほとんどの選手が複数のポジションをこなしている。専門性の高い内野のポジションを覚えるためには時間も機会もとても足りないだろう。とは言ってもないものねだりしても仕方がない、見切り発進になってしまうだろうが、3月中旬頃までにスタメン起用選手を見極め、その選手を50打席から100打席ぐらいまで我慢して育てる覚悟がいると思う。これだけ大掛かりな競争をいつまでも長く続けていたらプレーが中途半端になってしまい、かえってトータルとしてチームの戦力は上がらなくなると思う。人材豊富、二遊間以外この状態で強かったチーム歴史上ないやろ。ほんまに契約最終年か。3年契約5年。外国人やす2人に規定打席3年間あげる球団よりマシな気もするけどね。外国人やす育てたところで球団に何もメリットないし。契約最終年、嘘松。カオスなのは内野だけなんですかね。カリステ・ロドリゲスが出てきてポジション掴むから平気平気。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。